すげえワンピースや。俺ワンピース見たことないねんな。なんか今でことさ、鬼滅の刃ハラスメントっての流行ってるやん。鬼滅の刃を見てる人が見てない人に、なんでお前見てないの、ほんまに人生損してるよとか言うやつ。それこそ僕小学生の頃ね、ワンピースハラスメントのせいで逆にワンピース見れなかったんですよ。なので今あえてね、このワンピースちょっと僕は触れていきたいなと。なんかえらいエッチなお姉ちゃん出てきたね。これ何だっけ、ナミやったっけ。この辺のキャラはギリギリわかんねえんだ。これナミやんな。ナミや、ナミ。昔なんかネットサムしてたら、この子の同人誌よう出てきたわ。じゃあどれやればいいのかな。ダウンロードギャラリーシステム、なんかないかん。もうなんか左のメニュー画面に目がいかない。さあじゃあ僕のね、初めてのワンピース体験していきましょう。この辺のキャラがいまいちわからん。誰でウソップとかいたの見えた。なんかでもあのワンピースの、あ、喋ってる。これってルフィの声？こら、人の話聞いてねえのかバカザル。カイドウを倒すのは俺だ。今の誰や、もうわからん。ワンピースオタクの人はこういうの見てる。いや、すぐわかんねえの。うわ、なんかいきなり始まった。これね、無双系のゲームなんですよね、ワンピースので。基本なんか A とか X 連チャンしとけばもうこうやって敵、あ、すごっ。あ、面白いなこれ。めちゃくちゃ面白いな。この間歯の波動球みたいなやつでもう全部倒せばいいやん、これ。ほら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 、すげえ、見て、460ヒット。あ、110海洋の、討伐に成功。じゃあ目標支援進軍しますか。じゃあ行っていい、これ目標って。まだなんか対戦してるけど、これキットってやつおるけど、こいつは無視でいいん、これ。目標支援進軍でいい。あ、もういいんか、いいんか、行けばいいんか、こっからか。あ、なるほど。だからこの一定の数を、あ、しかもこいつ味方やよみたいな。こいつ味方やな多分な。一定の数を倒せば次のステージに行けるか。無双系のなんかジャンルもやったことないねんな、あんまり。戦国バサラとかさ、なんか最近はドラクエとかも無双ゲータしてるよな。これが俺わからんのよ。ほら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 、あ、ちょっと待って。ちょっと待ってよ、どうやっていくんやこれ。合ってんのこれ、クリアの仕方。お、倒した。石柱を破壊し進路を開け。 OK、 じゃあこの雑魚敵 MC でいいねんな、これ。あー、破壊できた。パワーダッシュ A で吹き手を吹き飛ばしながらパワーダッシュを出せます。 OK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 、 石柱の破壊に成功しました。で、右下のマップ見るともう今中間ぐらいまで来てるから、これなんか緑色のペケボマークのとこまでちょっと行こうかなあ。この侍隊長だってやつ、このもうなんか全然抵抗してこないけどいいの。ああ、倒した倒した。あ、3匹いっぺんにまとめて倒しました。おっしゃ、これでじゃあもう目的地まで行っていいんか。あ、開いてるわ。あ、すげえ。あ、このキャラ、うわ、なんか見たことあるな、なんか見たことあるな、これ。こういうおばちゃんなんかいたよな、ワンピースに。ビッグ、あ、そう、ビッグマムや。あ、せやってたけどごめん、知らなかったわ。ビッグマム、誰？お、来た来た来た、なんかボス戦みたいなの来ましたよ、これ。これはなんかワンピースの有名なキャラやったっけ、ビッグマム。じゃあこいつちょっと倒すわ。いくで。巨大ボスとの戦い方、アーマーゲージは敵の攻撃中のみ減少させられる。敵が攻撃の準備を始めたらパワーダッシュで回避して死角から攻撃しましょう。あー、なるほど。ビッグマム、でかっ。いやいや、でかすぎるやろ、これ。あれか、これなんか、あの、なんていうのかな、なんかワンピースってさ、木の実あるやん。ルフィやったらゴムゴムの実を食ったから体がゴムだったとか。だからビッグマムもだからこの、なんかデカデカの実みたいなの食って体がデカくなっちゃったみたいな。そういう設定なのな。いくで。じゃあもうこいつ、倒しといていいな。俺、いけ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 。ドラえもんみたいな声したけど、今誰？いくぞ、ほら。ほら、くれ。いけ倒せ。何が行われてるんやろこれ。ちょっと俺もほんとボタン押すだけでね、実はもう画面見せないんですよね、これわかんないんですよね、何が起きてる。これこのなんか体を全身をこのゴムみたいに伸ばしまくるやつ、これ強いな。よし。で、この周りの敵は 何をしに来てんねんこれ。あ、これ今のだからビッグマムの懐にぶち当てたかったよ。これ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 、一発目のボスでこんな負けるわけにいかんぞ俺。うわ、ビッグマムのパンチがなかなか強力だ。
ほら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 、いけいけいけ、あー回れ、あー回れ、ほら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 、おいどうよこれ、どうどう、この俺のこのルフィの、いや今の一瞬なんかルフィがこうな風船みたいになったの、あれもう一回やりたい、あれもう一回やろう、あれ絶対強いやろ、ほら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 、朝の6時にこれ何やってんねん俺、ほんまに、ほらいけいけいけ、ちょっとお前なんだ、え何これ、負けイベ、誰か来た、リンリン、あなんか裏ボスみたいなの来たで、真の黒幕みたいなやつ、カイドウ、あこれがカイドウ、あのビッグマムを壊すっていうのは どうなったの、あれはもういいの、あのミッションはスルーでカイドウになっちゃってんの、敵もういいよね、もう俺行っちゃうよじゃん、本当にこんなのさ、ほらもうこうやってもうボタンを押してルフィのこのゴムゴムの技を打っとけばもう楽勝だから、ほらやべ、行かれる、よし行け、お必殺きた、これドラゴンボールになったんかな、急にこれサイヤ人みたいになったね、ルビーアニメじゃ多分こういう演出ないよな、これ多分ゲーム限定なんやろな、これほらハンターハンターのゴンさんみたいな頭なってる、ほらほら行くで、もうこうなった俺は止められへんで、見とけお前ら、あれカイドウいなくなった、あいたいたいた動きすぎて逆に見失ってしまった、ほらあカイドウの体がなんか変になった、あーなるほど、こいつもちょっとその本気出してきた感じか、ほら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 、お前ら見とけよ、俺のワンパンでいったろ、ワンパンでワンパンでいったろか、どけお前こいつ、いやお前下がっとけマジで、俺がやんねんから、だからもう内輪で喧嘩してる場所やろ、お前言ってやれよ、だから倒しちゃえこんなやつ、ほらねえカイドウなんて雑魚でしょただの、おいルフィお前主人公やろ、負けるんかもしかしてこのカイドウに、こんな雑魚に許さんぞお前負けたら、どこだこれ、なんか注目みたいにできないか、視点をできた、ほら行け、おそうそう、それはそれが聞きたいね俺、やっぱワンピースとすればこの海賊王に俺はなるっていう、あのコマーシャルの前に入る、絶対あのやっぱアイキャッチでしょ、あやべ終わっちゃった、やべキッドってやつに取られる手柄を、大丈夫か、ほら言わんこちゃん、お前には勝てへんねんて、笑わせるんじゃねえ、お前らがやってんのはただの海賊ごっこ、海賊ごっこって言われたよ、何俺らの自分のこと最悪の世代っていう風に言ってんの、ちょっとそれは確かに恥ずかしいわ、それはちょっとあのね、ちょっとあれお子ちゃまやな、最悪の世代っていうのはちょっと恥ずかしいから、あの撤回しよう、うん、あのただのあのあれはゆとり教育や、これでは負けイベなんかな、お前らみてえなガキが海賊王になる、図に乗るな麦わら、俺の下につく気がねえならもうルフィめちゃくちゃキレてるやん、お前から喧嘩打って負け取ったらそりゃダサいわ、ああ飛ばされちゃった、あー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 、かつてこの世の全てを手に入れた男、あゴールドロジャー、ゴールドロジャー、彼の死に際に放った一言は人々を海に駆り立てて、死んじゃったんや、グランドラインの果てにあるというワンピース、その宝を狙い世界中の海賊が海へと乗り出した、グランドライン、もう処刑されたってこと、このゴールドロジャーは、ロマンを追い求める、世はまさに大海賊時代、おお、すんごいことになってきたよ、あのオープニングで出てきたあのなんかおっぱい大きいあのナミちゃんはどこ行ったんやろ、あの子とちょっとなんかギャルゲーみたいな展開を期待してんけどな、もう連れてけなんて言わねえよ、あ俺何だっけ、シャンクスじゃないこのキャラ、お前なんかが海賊になれるか、シャンクスでしょう、あの作画がすごいね、チンパンジーみたいね、俺たちだからバカザルって言われてんのか、じゃあこの帽子をお前に預ける、こいつね左腕ないやんな、シャンクスってやつな、これなんかのあれきっかけにね切られてでないんやろ、でこいつも死んだんやろ、シャンクスも
この海賊になって、ほらなんか左目なんかガシーンって引っかかれて、多分なんかあれ引っかかれた、それで左も、でもがれて、でもルフィにとってのなんかお父さんみたいな。そして少年の冒険は、うん、10年後のこの場所から始まる。シャボンディ諸島か、それがいわゆる2年後にここで会おうって、あのシャボンディ諸島で会おうみたいな言うやん、あれ10年後。いやー、今日は船出日和だな。うわ、出た、このルフィの声優さんな、10人は欲しい、めちゃくちゃいい声やねん。ほら行くぞ、来たよ、ほらルフィの旅始まるわけ、これで俺はなる。あ、これこれこれが聞きたかったんですよ、これですよ、ワンピースといえば。かくしてモンキー D ルフィは幼い頃に出会った偉大な赤髪のシャンクス、ほらこいつや、シャンクスとの約束を果たすため、うん、一人海に出た。そやな。そしていつか海賊王になるという夢を胸に、うん、海を進むルフィはイーストブルーで、ウソップ、サンジ、ナミ、海賊狩りの剣士、あ、ゾロや、ゾロゾロ、三刀流のやつや、この口でなんか三本目の剣持つやつ。でサンジは確か料理がうまいね。ナミは海賊船、あのなんかあれやろ、盗賊の、盗賊っていうかなんか家出少女やろ、ただのルフィたちが。ウソップがよりよくわからない。ウソップだったらチャッピーや、たちがしのぎを削る、チャッピーとウソップが俺あんまりよくわかってない。それ以外のキャラはなんとなく直称してんねんけど、うん、おー、ワンピース、一つ愛の宝玉と書いてワンピースって読むんやな。数々の仲間とともにイーストブルーの名だたる強者や海賊たちを倒したルフィは、うん、3000万ベリーの、すごい、3000万ベリー、これは当時の日本円で言ったらもう2億ぐらいか。海軍大佐、白鳥のスモーカーに追われたが、あれこれサンジじゃないこれ、イーストブルー、白鳥のスモーカー、これはオールブルーを見つけるために、なんかいろいろ端折りすぎちゃうかこのゲーム。海賊王、最初なんか変なでかいおばちゃんと戦っただけで、もうそっからもうだいぶ省略されてるけど、あ、ナミの声だ。俺は勇敢なる海の戦士。すげえ、でもアニメと声優一緒って珍しいなゲームで。こういうのって普通なんかその新人声優さんを使ってさ、無名のねえ、でなんか結構ネットで叩かれるみたいなイメージあるけど、ちゃんとアニメと同じ声優さん使ってんねや。きた、あ、ビビ、この子もなんかでもなんかついてくるんじゃなかったっけ、偉大なる航路に入り新たな冒険を始めてルフィたちの前に、あ、秘密犯罪会社 BW アラバサ城、うん、祖国に送ることに決めた一味だったが、なるほど、ナミが高熱を発して倒れてしまう。このビビが入る下りの回だけはなんかね、小学5年ぐらいの時に見たわ。病気を治して、そしてアラバスタへ。もう20年前ぐらいだってこれ。最高速度でしょ。ドラム王国に上陸した一味は、国唯一の医者ドクタークレハにナミを見せ、ドクター、あー、このキャラ、あ、そう、チョッパー、これチョッパーや、チャッピーとか言ってたな、俺チョッパーやな、チョッパー。チョッパーを戦意として一味に誘うが、うん、人間にもトナカイにも拒まれた、あ、そう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 、仲間にはそうや、チョッパーもちょっとなんかいろんななんか複雑なな家庭環境があって、それで俺はここに残るけど、仲間なんねん、ルフィアジのいつかまたさ、結構泣ける回やったよなこれ。俺なんかちょっとこの辺見たような見てないような。行こう。でこのルフィがパッションでご利用して仲間になって、でナミの症状も無事回復すると、冒険を再開した一味は、すごい、もうなんかこのゲーム一本でワンピースのあらすじ分かるやん、これみんな買った方がええぞ、ほんま神ゲーや、神ゲー。よし、あとはじゃあ俺原作読むわヒーロー？クロコダイルはアラバスタのヒーローなの？ヒーロー？クロコダイルはアラバスタのヒーローなの？クロコダイルは、お、ビビが喋ってる。つまり世界政府公認の海賊ってこと。お、国の人たちにとっては町を襲う海賊たちを追い払ってくれるなら、うん、七部海でも海軍でもありがたさには変わりはないの。そうなんや。しかしその英雄が実はあの英雄かヒーローかの統一してもらったらいい呼び方。みんな夢にも思ってねえんだろうな。クロコダイルは国を、クロコダイルってでもなんかめちゃくちゃ強い、なんかワンピースのライバルみたいなやつやな。まずはそれを抑えてバロックワークスを追い出すことができ、バロックワークスって読むかこれ。アラバスタは救われる。話は分かったわ。お、あれルフィは、あれルフィはいない。あのナミちゃんってあのね、ワンピースのキャラ頭身がすごいよな。サンジなんかこの股下とこの胴の上がゴーゴーやん、スタイル良すぎる。腹減った、飯屋どこだ。麦わら、
あ、スモーカーだ。なんだ。あ、こいつがあのなんかあれか、三郎のスモーカーってやつか。やっぱり来たか、この国へ。お前、あの時の煙、なんでこんなところに。ローグタウンじゃあと一歩で逃げられたが、ここで必ず捕らえてやる。こいつは要はなんか警察側の人間なんかな、海賊を捕まえたいっていうことは。逃げるしかねえ。なあ、だって犯罪者集団なんやろ一応。なんかワンピースとかやってカッコつけてるけど、基本的にこいつら犯罪を犯して賞金首みたいな扱いやから。だからあれやねん、そんななんかヒーローとか言っちゃあかんねん、ワンピースの社長。こいつは犯罪者集団やからな。でもかっこいいねん、ほら。海賊狩りのゾロを捕まえて。すげえ、たしぎ。え、こんなキャラいましたっけ。なんかこの子かわいいな、ほら。捕まってたまるか。逃がすか、逃がすか。ホワイトブロー、ホワイトブロー。あのマジンガー Z のロケットパンチみたい。でも次から次へと新キャラ出てくるから脳の処理が追いつかへんねんけど、誰やエースっていうのは。お前は煙だろ。あ、煙、ひえ。またなんかイケメンのお兄ちゃん出てきたけど。勝負はつかねえよ。生命か。誰これ。白ひげ海賊団。これはなゲームのオリキャラなんかアニメ出てくるキャラなんかどっちなん。何のようだ。ポートガス D。あ、でもモンキー D ルフィっていうからさ、ルフィもその D っていうのはなんかあれなんだ。兄弟なんかな、このエースとルフィが。あ、兄弟なんじゃん、ほら。変わらねえな、ルフィ。やっぱりそうや、 D がついてるから。兄弟なんや。お、登場人物紹介。お、これちょっと見よっか。ちょっと見たい。登場人物紹介。勝利条件。海軍の周囲を突破せよ。敗北条件。あ、そういうことね。登場ってのはこういうのが出てくるってこと。仲間いずれかの敗走。ミッション、スモーカーをぶっ飛ばせ。よし。またお会いしましょう。ありがとうございました。